皆さんこんにちは、ウーガチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。本日は久々にね、のんびりとしたね3連の大会がやりたいと言っておりましたので、埼玉県の方でね行われてますセリカップにですね今回参戦してまいりました。行ってきたところがですね、埼玉レジャーランド春日部店さんの方ミニ四駆の大会遊んでまいりましたので、そちらの動画をねご覧ください。どうぞ。ミニ四駆グランプリさあやってまいりました。ミニ四駆グランプリ、今回の主役の福助さんです。さあこちらがですね本日のコースとなっております。テーブルトップ4枚から下り2枚で、そしてぐるーっと回っていただいて、またテーブルトップ3枚上りからのさらに3枚上りですね。3枚上り2枚下って、その真下ぐるぐるっと回ってきたところ、ここが2枚着地なんですよね。2枚着地の後バンクが連続して、最後連チェンジャンプからのドラゴンバックでゴールという形になります。さあ第1ヒートシロッコの1回戦ですね。ちなみにこちらはもうサイレースとなっておりまして、サドンデスになっております。先行しているのがシロッコのマシン、後ろから梅ぽよさんが追いかける形になっておりますが、ここは梅ぽよさんがコースアウトしてしまいましたので、シロッコ勝ち上がりが確定しています。さあ2周目も超えて、一応ね3周走らせてもいいよっていう話だったんで、ここはですね、3周走らせて、挙動のねチェックをやっていきたいと思います。さあ3周走ることができるか。バンクも超えて帰ってきてゴール、ありがとうございます。さあ白子準決勝まで上がってまいりました。これ勝つことができれば決勝に駒を進めることができるんですが、どうでしょうか。さあスタート、スタートして真ん中スタートが白子ですね。さあ少し差は開いたんですが、まだまだ油断できないですよ。ここで相手の方がコースアウトしてしまいまして、白子入ってしまえばの状態ですね。さあどうだ、2周目レーンチェンジも超えて、2枚着地もしっかり、バンクもしっかりクリアしていってファイナルラップですね。これを決めることができれば決勝進出となります。さあどうだ、ここもきっちり入ってバンクも超えてゴール、ありがとうございます。さあ決勝戦はなんとウンチーズの2人になりました。シロッコ VS 福助さんですね。さあ速度はシロッコがやや優勢に見えますが、まあここでシロッコがコースアウトしてしまいまして、福助さんが完走すればこのヒート福助さんの優勝となるんですけども、どうでしょうか。さあ安定した走りでバンクもきっちり超えて、このレンチェンジャンプからのドラゴン、今のところですね速度が合わないと弾かれてしまいますので、あそこがねかなり今回難しかったんじゃないかなと思います。さあここもしっかり決めて、福助さんおめでとうございます。さあ第2ヒートの決勝になるんですけど、ここでなんとですね決勝に上がってきたのがこれプリプリくんなんですよね。プリプリくんが今回第2ヒートの決勝まで上がってきて、今決勝を戦っているところになります。さあ前、おっとここでもう1台になってしまいまして、残すはプリプリくんのみとなりました。さあ真ん中のレーン、ここをきっちり決めて、さあファイナルラップ、これを決めることができればプリプリくん第2ヒート優勝ということになります。さあどうだ、内側のレーンですね、しっかりジャンプを決めて、ドラゴン超えることができるか、超えてゴール。いや、大河君おめでとうございますと言いたいんですが、この後ですね、大河君なんと急にお眠になりまして、第3ヒート総合優勝決定戦欠場ということで、一応総合優勝決定戦だけ、マシンだけ走らせるみたいな感じの話にはなってますんで、総合優勝決定戦の方ではプリプリ君出てまいりますので、応援の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、セリカップでは初になりますね。で、チームとしてはかなり久しぶりの総合優勝決定戦、チームウーアがもう確定しております。第3ヒートの決勝戦、シロッコ VS ヨシ君さんになっておりますので、ここでねヨシ君さんが勝っても白子が勝っても久々のウーバだけでの決勝ということになります。ヨシ君さんですね、これが初のヒート決勝ということで、今日もうレース始まる前から言ってたんですけど、ヒートを取ったら俺は禁煙すると言ってたのでね、ぜひね勝ってもらいましょう。それでは第3ヒート決勝戦参りたいと思います。どうぞ。お疲れ様です。ついに僕とヨシ君さんのヒート決勝来ましたね。よろしくお願いします。これ勝ったら禁煙なんですよね。はい、禁煙です。もうすでに禁煙してる者の強さを見せてやるぜ。よろしくお願いします。頑張るぞ。勝つのは禁煙をしている者なのか、禁煙をしようとする者なのか。さあスタート。さあここでシロッコが前に出て、これが、決まってしまえばよしこさん禁煙回避ということになるんですけれども、シロッコが3周できるかどうかですね。もうもはや、さあどうだ。さあレーンチェンジも超えて、さあここでシロッコがコースアウトしてしまいまして、さあヨシ君さんが、今コ
コースアウトしたシロッコのマシンの後ろを走っております。さあこれを決めてしまえばヨシ君さん優勝となるんですけれども、禁煙確定か。禁煙確定だー、おめでとうございます。ありがとうございます。禁煙ですね。はい、マジかよっしゃ、じゃあ禁煙仲間増えました。はい、はい、よろしくお願いします。さあいよいよやってまいりました総合優勝決定戦。なんとですね、トーナメントでは福助さん、そしてヨシ君さんとも初の、総合優勝決定戦への進出ということで、ぜひお二人に勝ってほしいところなんですが、まあ、真ん中にいるのはね、プリプリくんですから。あれシロッコじゃないよ、あれプリプリくんですからね。代行です。さあスタートして、さあここで先頭に出てるのがプリプリくんのマシンですが、ここのレーンチェンジになんか挟まってしまいまして、プリプリくんコースアウトという形になっております。さあ残すはあと2人、拮抗してるぞ。ヨシくんさんと福助さんがかなり拮抗してます。さあ前をやや走ってるのが福助さん、後ろから追いかけるのがヨシくんさん、少しずつちょっと差が開いてきたように見えるんですが、どうでしょうか。さあレーンチェンジ、福助さんコースアウトしてしまいまして、ヨシくんさんが最後ファイナルアップ決まらないということで再レースですね。さすが次は入れないとプリプリくんに怒られちゃいますからね。さあ再レースになります。さあスタートしてプリプリくんが、また同じようにドッカンスタートで出ていきます。さあどうだ。さあレンチェンジャンプからもしっかり超えて、プリプリくん今単独でのトップ独走状態ですね。さあこれを決めることができればプリプリくん総合優勝が決定します。ファイナルアップ入りました。さあテーブルトップも超えて、レーンチェンジも超えて、真ん中の2枚も着地きれいに決まりまして、最後ドラゴンバックもきっちり入ってプリプリくん総合優勝ということになります。お前じゃねえから、お前じゃないからね。はい、ということでですね、セリカップ最高の大会になったわけなんですけれども、そうですね、やっぱりそのプリプリくんのマシンっていうのが、まあ、未だにね、親父マシンとなっておりますので、5歳になったからね、そろそろ自分で作っていただこうかなと最近思っております。なのでね、次の企画は、まあ、もちろんアンカーとかも作っていくんですけれども、そのプリプリくんのね、キッズマシンっていうのもね、ちょっとやっていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひそちらの方もね、見ていただければなと思います。はい、そしてね、来月の23日なんですけれども、あくまで確定ではないです、予定ではあるんですけれども、なんとですね、セリカップの次の開催地が谷地館になるという話だったので、皆さんね、ぜひぜひ谷地館に来れる方はですね、谷地館の方でね開催しますので、平日大会興味のある方はね、セリカップぜひ参戦の方お待ちしております。僕も来月ね参戦するつもりいますので、僕と戦いたい方もね、10月の23日火曜日ですね、火曜日のセリカップ谷地館大会に足を運んでいただければなと思います。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。